死なれて一条島のドヤに住んでた時のことを後で歌ってくれる。はい。萌え子ね、やっぱその辺の価値観だよね。その辺の価値観すごく重要なんだけど、うん、違うからといってダメもないね。それをどこに着地させるか。今までとんでもないとこに着地したから。はい、じゃあ翔さん準備 OK ですか。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、ちょっとだけお待ちいただいていいですか、皆さん。あ、今ね、ちょっとごめんなさい。彼、バーを経営してて、通天閣の、ね、本当、あっちごとに店があるんですけど、今、経営してて、今、営業中なんで、今、お客様いた。大阪来たら、ぜひ寄ってください。素晴らしい場なんで、通天閣の真下にあるから、すぐに行ってください。本当に足元にあるんですね。ありがとうございます。翔くん準備は大丈夫？はい、大丈夫です。はい、じゃあ歌ってもらいます。翔くんの歌始まります。ありがとう。じゃあ秀樹さんの、ね、映画今皆さんご覧になられたところかと思うんですけど、秀樹さんの昔のいろんな話とかを聞いて作った歌を歌いますので、ね、音大丈夫そうですか？はい、大丈夫ですよ。ごめんごめんます。薄紅や一畳の床みを盾にして眠った。壁際の小さな物置棚も、ニカボッカ大工道具きれいに並べて、君の写真を飾りました。一月に一日だけ仕事が休みの夜、ふらり歩いた先に見たフランス映画、花の都ヌーベルモンドの文句を食う遠の足元背もたれにして月を呼んでる。彼はただ新しい歌を待って、魂の透明さ、路上のせいじゃと悲しいて気づいた。暮らしの美学を手はちっぺれば、また満ちてくまま何か目覚ましい三時に話せる。ぽっかり焼いた目の灰からは絶えず風が吹き抜け、とどまるもの何もなく、ある人に言われたあの街を目指す愛車、船に揺られふるさとから新しい街へ、縦に伸びると横に僕が交わった瞬間、ぶさり胸に突き刺されました。穴は閉じどくんどくんと無駄なるおでした。体に再び血が通い始めました。壁に刻み込まれるのは明日の信号、胸に打ち付けられるのは今日の実話、背中に一つ鍵を引いて、この街の夜はどこに行くか。彼はただ新しい歌を待ってる。
魂の透明さ路上のせいじゃと話して気づいた暮らしの美学と手はまた満ちてる目覚まし3時に合わせる素晴らしい詩だと思うね。一生人待って最初限だけど、無駄なもの持ってないですよ。精神状態が一番いいのは、ちょっと軽いです。最小限に。ちょっと待ってます。ありがとうございます。ヌーベルモンドさん。今の歌の解説っていいですね。一回聞いて。これさ、翔山さん。はい。はい。これなんでこの歌ができたかっていういきさつをちょっと話してくれる？ですね、僕は秀樹さんから2013年からお世話になってるんですけれども、大阪に滞在、秀樹さんが大阪に滞在中は週に3度4度一緒に残され島で夜を過ごさせてもらってまして、そこでもう本当に映画にも出てるようないろんな話を聞かせていただいてて、はい、その中で感化されたものとかを自分の中で集めて歌詞にしてます。それなんか歌作ってくれとかっていう依頼あったんですか？いや、新世界に関する歌のコンピレーションアルバムに参加したことがあって、その時に秀樹さんのエピソードとかを参考にさせていただいて、歌にしたのが一番です。その当時、翔くんは27歳だったんだけど、ものすごく深い詩を書く。たったそんだけしか生きてないので、だから僕それがすごいなと思って。すごい。弥勒菩薩の生まれ変わりだ。はい。もうちょっとさ、今の歌の詩の解説っていうんでしょうか。僕は26歳の時に、東京の裏路地で建築家やってたんだけど、でも大阪に西成があるとき、長い流れ込んで、初めてそのオフの中で暗闇で仕事をして働き始めて、でその時、まあ、最小限の宿って今はもう2畳が一番狭いんだけど1畳一間の宿ってあったんですよ。どうやってるのね。で1畳一間なんで真ん中から見たら全部ドアなんです。壁がないです。全部こう向こうに全部かドアなんですよ。でうなぎの目の前に天井も180センチ、長さも180センチ、自分のサイズぴったしなんですよ。で、こんだけの棚に作業服とか道具とか、で当時付き合ってた彼女の写真とか、そこで収めなきゃいけない。床に、奥さんです。その時は出会ったやつ、嫁さんに。その時のフィアンセの写真を、そこで収めなきゃいけないです。でも無駄なもの持てないから、でも日本で最初に始まったフリーマーケットが4時からやってた。だから作業服でもこれいらないなと思ったらありがとうって言ってそれを200円取って、三つ口のコンセントが必要だったら80円で買って、で絶えず最小限のものしかゴミも出ない、そういう生活をしてるとき、ものすごく精神状態が良かったんですよ。絶えずなんか次の新しいことができる、新しいことに行ける考え。だからそれがやっぱ樽を知るってことだなと思って、で普段決して贅沢してるつもりじゃなかったんだけど、東京の、ね、4畳半一間とか6畳も暮らしてて、でもやっぱ物にとらわれてたんだってことにその時自動車前に引っ越した時に、物にすごく気遣ってたんだな。秀樹さん、ものすごいいい話ですよ。あ、そうです。一畳に住んでる時は精神状態、衛生上一番良かったってお話は、すごいいい話。薄紅屋しかないです、どうやってね。でもう実際薄紅屋があって、ここにはおっさんが2人寝てるわけですよ。
だから、そうなんだ、響きのうるさいおっさんとかも大変なんですよ。だから、大変なこともあるんだけど、そこで最小限空間っていうね、僕らが会うときに、やっぱり有名な建築家が、やっぱり六本木のど真ん中の変形した土地 でそこでデザインして最小限空間っていう家を作ってた。やっぱみんな都心の便利なの住みたいけど土地代高いからものすごく狭いいびつな土地でやった。そこに独自のデザインをして、暮らせる家を作ったりするっていうのが一つのブーム。最小限住居その最たるところに作ってた。それを翔くんが歌にしてこんな若くして27歳の時に作ったんだ。作らないと思うんだけどね。作ってくれました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい年だったよね。はい、伊勢神宮遷宮祭だったんですね、はい。で、僕はもう大阪の大学生たちに暑い大阪で座学で授業やってもしょうがないから。全員近鉄特急のね、今何が行われてるか知ってる ?20 年に1回の伊勢神宮の式年遷宮祭がやってるんだよ。日本で最も大きなサイズだよって。世界中に、宮殿はあります。パルテノン神殿、神殿はあります。いろんな神殿があるけど、生きてる神殿は伊勢神宮だけだって。その20年に1回の建て替えのすごい祭事が行われてる。大学が内緒だけど全近鉄特急乗れって言って伊勢神宮に連れて行った。その時に翔くんも誘った。でもゲストハウスもやってて、ね、すごく忙しかった、ね、その日だけチェックアウトなかったんです。で伊勢神宮に、あ、そう、これです。これですね。この白い布をいただいて、で2つの白い石をいただいて、普段天皇しか入れない伊勢神宮の新しい神殿の門が開いたんです。でもそこに入っただけでも旋律が走りました。そして2つの石を奉献させていただいて、もう敏感な学生とかそこで号泣してるんですね。天皇しか入れない神殿でお祈りをして、その時に僕はずっと10代から追求してた建築の美、本当に美しい建築がここにあった。その経験を翔くんと同時にすることができた。素晴らしい時間だったよね。素晴らしい時間でした。うん、今でもその時の旋律がね、いろんなところに行った時に自分の中で反応します。歌を作ってくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。翔さん、次の曲お願いします。ナオライっていう歌を皆さん、今年のテーマの歌です。コロナで分断されてるんだけど時間に合うっていうね。ビビたるものの中にこそビッグな奪い合うスパイラルが与えられた戦いや止め向かい合う。日もさちも行かない。おいちに関しくぐり抜ける。ちょっと Under the bridge, walking under the bridge. もう少し場所を離れ、傘の中の石が離れ、あちら側はこちら側は信じれるのどちらか。その脇から作られてやしないか。直感体感がさちらへ。ポリスカーの大会意識をアップデートスローフィンインテグレーショングッドリレーショングッドリレーションレレーション微生物バイルス細菌と共存もともと自然な桃源郷。 It's a small world of a 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 world of a
等間隔高く幹を伸ばす次の群れ日の光と湿り気移動しのび労働裸足で感じ歩く手の上いなかったまんだら一度つかんだら離さん拒んだら進まんユーモアで受け入れる迎え入れるわいだ産むことあれど枯れど必ず離れが来る天のらせんスキルイデナンドバシワンツースリープトリーニー息として登ってゆく身の丈に合わせて心の丈はぐんぐん伸ばすイメージをトレース現実にこらえまじ意識意識よって名乗りたいよって名乗りたいビビたるものの中にこそビビったらビビったらファイラー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 ありがとうございます。ありがとうございます。翔さんこの歌はどういういきさつでできたんですか？これは僕最近小林良二さんっていう方と一緒に表現活動で動くことが多いんですが、良二さんが2021年3月の秀樹さんの福岡でのお話し会ですかねに行かれた時にナオライっていう焼酎をお土産で持って帰ってきてくれたんですけれども、もうそのナオライの焼酎を見た時にもう僕言葉の意味も知ってたので、あもうめちゃくちゃいい時間が流れたんだっていうのがビビッときて、でそこから今のこのコロナになってからの世の中のこととか普段の考えとかをまとめてナオライっていう歌にしました。はい、ありがとうございます。吉本さん、ちょっとこれからの活動の告知お願いします。そうですね、さっきもちょっと言ったんですけど、小林良二さんと蜃気楼っていうグループをやってまして、今全国いろんなところを回らせてもらってます。まだ次回どこっていうのは決まってないんですけれども、また福岡だったり、京都だったり北海道だったりっていうところにできててまた行けると思うので、 Facebook でも両地さんがいろいろ発信してくれてるのでチェックしていただけたらありがたいです。いやもうね、札幌小樽すごいことになると思うのよね。え、楽しみです。札幌素晴らしい人たちしてたんだけど、両地さんと翔くんにいいそのまでね、ライブやってほしかったらこんなに早く実現するからね、楽しみです。雪の中いい歌をね歌ってください。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、待って、お話ししたい方いるな。どうですか、もいさん、いい、なんかでもなんかリアルの方がめちゃくちゃ伝わった。前はあの時間で来たんで。あ、そうだね。あ、そうかそうか。はい。はい。で、翔さん、ありがとうございました。ありがとうございます。引き続き、いよいよでは、素敵な顔を立てよう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、コメントまでありがとうございました。コメント入ってました。ありがとうございます。